道井春香の道連れ、はい、というわけで始まりました。声優の道井春香です。今回で5回目の収録ということになります。前回は歌手の松下ちゃんをゲストに迎えまして、めちゃくちゃ荒い実践を、いたしました。ぜひ動画の方をご覧ください。さあね、この番組はこの番組は、パチンコ大好きな私道井春香が普段から交流のある声優さんやタレントさんをゲストにお招きして、パチンコの魅力や楽しさを知ってもらおうという番組でございます。はい、はい、よくできました。はい、じゃあゲスト紹介の前に番組の大きな目標を教えて。はい、わかりました。この番組は一応目標を2つ定めてまして、総再生回数50万回再生、そして総高評価数5000いいねを目指しております。そして総高評価数のいいねの方がクリアをしていると、現在6500いいねぐらいいただいております。ありがとうございます。で、再生回数の方が26万回ぐらいだいたいということですね。まだまだ視聴が足らん。皆さんぜひ友達にね、この番組やるよみたいな、こう拡散してください。お願いします。じゃあ今回もゲスト紹介お願いします。わかりました。今回こちらの方お連れしましたよ、中村さくらさん。バキュン、はい、こんにちは、中村さくらです。よろしくお願いします。さくらさん来てくれた、嬉しい、遊びに来ちゃいました。やったー、ね、同じ声優のお友達で、うん、はい、お友達も、はい、大変お世話になってる大先輩でございますよ。いいね、とんでもございません、お世話になってます、はい、パチンコは打ったことあります、はい、パチンコはですね、ちょこっとだけっていうのも、うんうん、はい、結構ゲームセンターには行くので、ーゲームセンターでガルパンとかちょっと出演している台があると触ったことがあるかなぐらい、うんうん、なんかね、昨日もゲームセンター行ってやってくれたけど、はい、やりましたが何も起きませんでした何一つ何も起きませんでしたので、パチンコ屋さんの入店は実は初めてなんです。なんこれなんかやばい、さくらさんの初めて撮っちゃった、なんでね、みちんちゃんにいろいろ教えてもらおうと思ってます。ちょっと頑張って教えられるように張り切りますので、張り切って、はい、2人でやっていきたいと思います。はい、じゃあレクセ、番組の説明お願いします。はい、パチンコヘビーユーザーであるみちいちゃんが普段から親交や交流のあるゲストをお迎えして、パチンコの楽しさを発信していく、ゆるーく楽しい実践番組となります。実践パートではみちいちゃんとゲストが乗り打ちで収支プラスを目指して奮闘します。収支がプラスだった場合はみちいちゃんとゲストにご褒美をプレゼント、収支がマイナスだった場合は自腹で視聴者へプレゼントとなっちゃうよ。ルールはこんな感じです。はい、今日ともう1回実践があるんですけど、はい、2回でトータルをプラスにすればご褒美がもらえると。はい、はい、じゃあご褒美目指して頑張りたいと思います。うん、だから今日もし負けても次があるので、うん、ちょっと今日まあ練習だと思ってもらって。了解です。私ね、うん、こう知識とか、うんうん、そういったものがね全くないので、うん、経験値もないので、うん、せめてバフをかけようと思いましてね。おみちいちゃんにあるものを持ってきました。聞いてない聞いてない、なんか新大久保に検索したらこういったこの勝てる勝てるね神社があるっていうのをね、黄色い財布だ。聞いて、そうなの、このね稲荷神社の財布と勝ち守りを持ってきましたので、これで何卒を勝たせてください。めっちゃ嬉しい。くれるの、うん、くれるの、うん、今すぐお金をここに入れます。ここに1回入れることによってバフがつきますんで、はい、はい、これで勝率を上げていきたいと思います。嬉しい、勝てる、今日頑張ります。頑張ります。
んの縁起がいい、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 これはかつるおはようございます、よろしくお願いします。初めての入店いいですか、行ってきます。イエーイ、行ってきます。あー、こっちだよ。あ、こっちがパチンコゾーンになっておりますよ。 あ、北斗の拳知ってる。あ、萌えパチにある。めちゃめちゃあるね、すごいね、すごいよね、すごい。そう、あ、さくらさん、あ、はい、ガルパンもあるし、ハイフリも。あ、ほんとだ、嬉しい。ガルパンとの映画なんだ。せっかくさくらさん来てくれてるので、ね、ハイフリ打っちゃおうかな。ハイフリ、え、いいですか。ね、いいですよ。じゃあハイフリを打ってみたいと思います。フリーと取れましたので、こちらさくらさんと打っていきたいと思います。はい、やってみます。マリコおじ、はい、かえでちゃん役、はい、マリコおじさんです。マリコおじさん、はい、おじさんじゃないですよ。マリコおじさん、マリコおじさん、マリコおじさんです。はい、はい、楽しみだな、楽しみだな。私もですね、はい、初めて打つんですよ。お、やった、初めて同士で。だからちょっとね、二人でキャッ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 キャして打ちたいと思いますよ、うんうん。はい、あの金色の財布からちょっとお札を出しまして、はい、やったー、ギチ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 、お恥ずかしい。さくらさんが、うん、ホールが初めてということで。ホール初めてです。まずはお札を出して、はい、ほぼピン札みたいな。素晴らしい少しずつでも礼儀、礼儀、こう何かね、何かね、大への礼儀と。じゃあこちらを、はい、あの左のサンドの方にお入れくださいませ。おー、入れちゃうぞ。いってらっしゃい、いってらっしゃい、頑張れよ、頑張れよこれだけでちょっとテンション上がる。サンド入れるだけでテンション上がる声優そしてここに、はい、玉貸しっていうボタンがあるんだけど、はい、これを押すと、はい、500円分、あ、これが500円分、はい、0.5 回分ですね。ほうほうほう。でこれを使って遊戯をしていくんですが、うんうんうん、はい、ハンドルをひねると玉が出てきます。この玉で遊びますよ。はい、遊びますよ。さくらさんだけにこのさくららへんのとこを打つと、はい、よろしいかなと。加減が、力加減が最初は、じゃあ調節。1個入った。お、なんだなんだ、浮き輪だ。かわいい、さくらさん、もう全部に反応してくれる。めっちゃ可愛い。初見すぎてさ、すべてのことが。私もですね、あの初見なので。ね、面白い ね, ね。あ、このストックか、この波の左側の波のマークはストックの部分ってことですか？保留はその波の上にメダルみたいなのが溜まっていくんだよ。はい。あ、じゃあ今溜まってないのか。これはただの台座です。台座です。台座を見ていただけでした。何も起きやしません、そりゃさあ、スペック説明ちょっと軽くさせてください、はい、お願いします。大当たり確率が 319.6 分の1と、で、70% の核変タイプと。おー、ちょっと待ってくださいねプッシュ、あ、プッシュ、プッシュ、あ、違う、ごめんました。あ、チャンスってついてる。これは行きそう。行くのかな？ちょっと説明中に。あ、ちょっとあんまり強くはないけれど、あ、すごくいい感じで。いい感じ。急にまだ数分しか経っていないのだが。あれ？あ、今のです。マリコさん、マリコさん。これも当たるでしょう。マリコさん出ました。あ、やばい。やったー。自分のキャラが出ると嬉しい。嬉しいよね。いいな。あ、出てきた。大活躍してる。大活躍。やった。こんなすぐに見れるなんて。おっと。なんかピカピカしてる。あ、館長が、ちょっと待って。館長が。熱いんじゃない？あ、どうですか？熱いんじゃないかい？ご説明を。ちょっと、あ、ちょっと、どうですか？なんか押したらいいですか？あ、上位リーチに発展します。ストーリーリーチとか？あ、上位リーチ。あ、なんか。あ、出てきた。なんか出てきた。全速前進。この先右方
か。なるほどです。浮上 E201 を浮上させれば大当たり。これ坂井さん、はい、いらっしゃいました。なんかすごい出てくる、うん、すごいアニメ長い、ね、これがやっぱ原作ファンからしたらたまらんと、うん、あの時の名シーンがここで今です。あだ割れたダメでしたダメでしたかダメでしたか。さくらさんがねいきなりロゴ落ちみたいなのやったんでちょっと慌てちゃいましたすいません始まってしまったびっくりした。はい、スペックですね、70% の核兵器という、うんうん、当たるんだけど振り分けで 70% でループしていくみたいな機体になっております。で、核兵中の確率が約40分の1と、なんでしょうね、目指すところがプレミアムハイリンクという 25% でそう取れる小当たりラッシュのモードになります。ほうほうほう、こちらを目指していきたい、うん、はいっていう感じです。さくらさんも何言ってるか多分わかんないと思うんですけど、とりあえずプレミアムハイリンクというのが出たら、うん、そうですそうです、とても良いということですね。はい、あとはもうなんせ私の初打ちなんで演出のことはね、うんうんうん、お二人一緒にこれはじゃあ見ながら見ていきましょうと、なんとなく学んでいく感じで、私ちょっとハイフリもアニメがちょっと見れていなくって、全然いいですよ。でも結構あれですよね、うんうん、パチンコとかされる方はパチンコでアニメ知るっていう方も多いですもんね。 そのパターンってめちゃくちゃ多くて、歌を聴くとなんか激アツみたいな、そう歌で覚えるみたいな、私ハイフリーちょっとアニメ置いてないけど、はい、ハイフリースピリッツって曲だけはめちゃくちゃ好きで、カバーなんかとあるあのアイドルグループでカバーとかもさせてもらってて、はい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 、もう死ぬほど聞いたんですよ。そっちで知ってるとか、そうそうそう、ありがたいよね。もうでもテンションめちゃくちゃ上がるじゃないですか、うんうん、ハイフリの、うんうん、ハイフリースピリッツ上がる、聞いてるだけで、ね、トライセールさんの、そういいですよね。これはね結構やっぱ流れるらしくて、うんうんうん、聞きたいなって感じですね。いいな、聞きたいな、当たってる時に聞きたい。いやハイフリもこれ1年前とかに出たのかしら、はい、そうですね、1年ぐらいかな、結構経ってるんだけど、うん、まあ、こんなにたくさん、うん、なんかお店に置いていただけるのありがたいですね、うんうん、結構この大宮のドンジャラさんがこうハイフリに力を入れてくださってて、うん、台置いてねくださってるみたいで、結構ホールでもまだちらほら見るし、かけますか、あれだよね、さくらさんガルパンも、はい、出てるもんね。そうですね、ガルパンも出てます、うんうん、ガルパンもあれですよね、パチンコありますもんね、もう隣に今隣にあるガルパンございますよで、そうなんですよ、ガルパンもね、本当はさくらさんと打ち勝ったかったんだけど、はい、1回目にシータムが来たって、そっかじゃあシータムをガルパンを打ったよね、シータムと打ったから、うんうんうん、でもね、まさくらさんと持ちたいから、はい、もし次回とかね、出てたら、ね、いいですね、うん、いいなって感じ。あれ、ガルパンは何役でしたっけ。ガルパンはですね、うん、佐々木あけびちゃんっていう、あけびちゃんだ、あ、でもあれです、シータムと同じ学校の、うん、こう部活みたいな、なんかチームがちょっと違う子ですね。カモさん、カモさんはシータムで、私はね、うん、同じあの鳥だけどアヒルさんチームっていう、アヒルさんチーム、はい、はい、バレー部員の、あ、よく見るな、アヒルさんチーム、出た、なんだ、イルカめっちゃいるの、ほんとだ、イルカ、イルカめっちゃ、ちょっと質問してみようぜワードとか言ってるさくらさん、ゲーセン好きだから、うん、割とパチンコも好きになってくれそうな感じはする、ねうん、今とても面白い、あ、本当に面白い、まだ当たってないよでも今のところね、その演出がすごいいっぱいあるから、うんうん、あのなんかゲー音ゲーでいうところの目線をどこに持っていったら分か、うん、いいかわからない状態、ここ真ん中のあの弾が入るところを見てたらいいのかな、ですね、画面を見てたらいいのかな、あの一般的にパチンコやってる人がどこか、うん、どこを見てるっていう研究結果がなんかあるらしいんですけど、やっぱ皆さんへそを見てるらしくて、真ん中の、うんうん、でもそれによってその演出が変わってくるから、うん、ここも見つつ、ちなみにチャンスランプっていうか一発告知ランプっていうのがあって、はい、多分これなんですよね、あ、この砲撃しているところ、赤いところ、これが光ると、うんうんうん、まあ大当たり濃厚みたいな
ランプとかも各台あったりして、はあはあはあ、すごい面白いですよ。面白いパチンコ。そうだよね、台によって全然違うんだものね、うん、そうそう、だから艦隊はもうほんとこれにしかついてないし嬉しいわ、うん、よし、おっ、なんか出てきた、なんか出てきた、ハイフリンクが止まらない。で、さっきの、おなんだ、プシュプシュしたの、なんだ、終わっちゃった、あ、違う、今から止めている何かが起こりそうと、ビーチプッシュ、なんか結構いろいろ押したりするんだね、そうそう、に、うんうん、て、なんか出た、おう、ココちゃん、それ、これはね、なんか、ね、劇中劇みたいな、あ、へー、そういうシーンがあるんだ、そうそう、出し物会みたいなのがありましてね、おお、これは何、避けろみたいな、あ、あ、これは絶対あかん、当たらない、さくらさんも分かってきた、これは当たらないって分かってきた、察したでですね、はい、パチンコってどの台も共通して、はい、熱い色とかあんまり熱くない色みたいなのあるんですけど、色がある、はあはあ、青がちょっと弱くて、あら、で次緑、うんうんうん、で赤が出るとすごいいいみたいな、うん、赤がいい、でな、おその上にさらに金、金、ほう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 、虹みたいなのがあるんですけど、虹、まあ、大体、まあ、今赤弱いの多いけど、うん、まあ、赤金ぐらい出たらおって思ってもらって、あ、できるだけ今日はこのコンディションというかバフを上げていこうということで、うんうん、あの朝の占いも見てきたんですけどね、ラッキーカラーがね、赤だったのに青の服を着てきて、お、なんか始まったぞ、わー、楽曲の、楽曲の煽りかしら、何も来なかった、そう、だから、そっか、赤を着てくればよかったのかな、なるほどね、そういう細かい験担ぎみたいなの、あ、でもいいと思います、うんうん、黄色とか赤とか着るとなんかこう頑張れる気がする、周りからね、まあ、私次赤のワンピースとか買ってみよう、あ、いいね、ね、いいね、この、うん、やっぱ私も今初打ちなんですけど、はい、通常時の楽しさっていうのもやっぱ味わってほしい、お、通常時、今当たってない状態で通常の、うんうん、時なんですけど、うんうんうん、これがどう当たりに絡んでくるのかとか、こう知っていく、学んでいくっていう時間なんですけど、台と向き合う時間ですか、対峙する、対峙、そう、で、この台の今日は機嫌がいいのかなとか、機嫌もあるの、完全確率なんですけど、やっぱりオカルト的なものとしては、この台機嫌がいいのか悪いのかとか、あるんだ、ちょっと元気ないねみたいな、個体差がね、個体差ね、うんうん、なんかあったみたいな、うんうん、やっぱ多いんで、そっか、それでちょっとじゃあ別の台に行ってみようかみたいなのもあるんですね、あ、そうそうそう、あります、あります、台移動とかも大事ですし、あとはなんかやっぱ友達、私はあんましないんですけど、友達とかは、うん、台をなでなでするとか言いますね、何台をなでなで、ボールは友達みたいな、あ、そうです、そうです、そうです、ワサプシステムですね、あ、そうなんですよ、さあ今日はよろしくお願いしますって意味で、こうなんかこうなでなでしたりするおばあちゃんとか、おばあちゃん頼むよって言って、そうそうそう、いつもスリスリしてるおばあちゃんいるんだ、いらっしゃいますね、ちょっとじゃああやかろう、お願いします、いや結構そう知り合いが出てる作品で、さくらさんもそうですけど、うんうんうん、同じ七節清水さんとか、うんうんうん、出てる台が古木とか、うん、黒瀬ゆこちゃんとか、そうですね、台振りは結構多いですよね、出てるまで、キャラクターがいっぱいいるのでね、あ、タイマーが出てきましたね、あとタイマーも出てるのか、タイマーですね、1で注目だよ、あ、高齢化、めっちゃ落ちた、なんかバグ出してる、虹じゃなかった今、違う、虹ではない、なに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 、あ、なんかビカビカしてる、え、多分熱い、え、当たったと思います、ない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 、え、今虹ではないのか、わかんないな、お、春風登場、これがなんか武蔵だと熱いっぽくて、武
差しが出ると暑い、うん、ほうほう、これ今テロップが白いじゃないですか、ここが赤とか金になるとちょっと当たりに近くなる、そういったところでも判断できるんだ、チャンスアップっていうのが結構存在するんですけど、どうだどうだ、いいんじゃない、ダメ、ゴロゴロしてる、ゴロゴロしてる、ダメかな、押してー押して全然ダメ、あー一瞬で、あ面白い、でも私はずっと言ってるんですけど、もうリーチとか言うのが夢なんですよ、激アツとか言いたくて、でもやっぱパチンコ台って今、はい、半券物ありきで作られてるから、まずその半券物に出てないと、で厳しいですよね、あそっか、まあまあオリジナルみたいなね、そうそうそう、待つか、ちょっとみちさんの夢を叶えてあげてください、もう何回目って言ってるけど、メーカーさんお願いします、メーカーさんにはもう制作さんかな、お願いします、お願いします、お願いします、さあ私お2枚目に、お2枚目に行ってまいりますよ、2人目いってらっしゃい、さくらさんのね勝ち守りがここに鎮座してるんで、はい、なんとか、そうですね、神棚みたいになってる、神棚、神々しい派手な神棚ですことこのハイフレの収録ってやっぱ30人コロナ前じゃないですか、そうですね、やっぱブースにやっぱ20人、うんうん、30人ぐらいいらっしゃいました、アニメの時は本当何十人もいたかな、うん、そうっすよね、そう でもそれでもやっぱ入りきらなかったので、うんうんうん、あ、いやギリギリ入ったかな、青いスタジオとかですか、ですね、その時どこだったかな、すごい広いスタジオじゃないとね、うん、20人はでも入る感じで、うん、そんな別撮りではなかったですね、うんうん、で、あのテレビシリーズ終わった後に劇場をやってるんですけど、うんうんうん、劇場のあの劇場の時は2日か3日とかに分かれて収録してたんですけど、うん、あの最後にこんなに集まったのすごいから写真撮ろうよって撮った集合写真が、うん、学校一クラスもうぎゅうぎゅうにそうブースの中に集まって修学旅行の記念写真みたいなやつだ、すごいことになってた、すごいな、でもねマイクワークとかもあった頃ですね、その時もいやマイクワークとか懐かしい、もうねもう多分今の子っていうかできないんじゃないですか、ね、そうかもしれない、うん、私もやれって言われたらマジ今自信ないですよ、うん、そうあのねあの初めて聞く人から、うん、しますとあのマイクをね3本とか4本を、うん、みんなでこう 順番に入っていくといいますか、うんうん、専用のマイクじゃないんですよね、そうなんですよ、だけれども、まあ、こういう状況になってからは別撮りが多くなったんで基本1人1個のマイクみたいな、うん、だからマイクワークが必要なくなったと、うん、そうなくなりましたねなんかあれテクニックなくなりましたねねえなくなっちゃいましたね、いや私何が一番不安かってマイクワークが一番不安なタイプなんですよ、だからあれがなくなって嬉しいけど、ただやっぱ先輩のお芝居が聞けないとかいうのはやっぱデメリットはありますよ ね、 そうだよね、あこの下にも玉があるんだ、これがですね多分今今更なんか2段になってる、ちょっと内が弱いとかだと、はい、ここから戻ってきちゃうんですよ弾が、うん、で下に入っちゃうので、うん、あじゃあこれはここに内底ねた、そうですあ内底ねです、こんなにたくさんあボーナスかと思ったなんかあ初めてなんでおまけしときますねみたいな感じが、あ単純に内底ねですか、はい、いやでも私たちも全然あるあるです、 ありますか溜まってるわみたいな、えでもハイフリーってなんか最初ハイフリースピリッツって隠しててはいはいひらがなでハイフリーって発表してましたよね、はい、それすごい覚えてて、そうで途中からハイスクールフリートになりました、あれはもう作戦ですよね、作戦ですね、そういう萌え作戦といいますか、うん、あの窓マギもそうでしたもんね、 あれはうまいなと思います、萌えアニメと思わせといて、ね、思わせといて、そうハイフリもでもね一応萌えというか、うんうん、日常系ではあるので、うんうん、ジャンル的には日常系そんなになんか、うん、ハイフリっていうフォントでも間違ってはいないんですけれども、あなるほどなるほど、だけどちょっとこの船が出てきたりみたいな演出は多分、うん、アニメ始まってから発表だったかな多分、へえ
さくらさんとこにも熱いやつがなんかピピピとは来ているが、うーん、すごい。でもね、なんか日常っぽい風景だから、うん、あ、まだまだもうちょっと先なのかな。さくらさんのなんかすごい早い飲み込みが、そう、気配を、そうなんです。やっぱ日常っぽいだとちょっと弱かったりするんですよ、ね、バトルっぽいのに行くととか、ね、やっぱすごいな飲み込みが。横須賀駅がずっと映っていますどう見ても日常なんですよあとなんかシューティングゲームみたいなのもあるし、そう、面白い。やっぱそうなんだ、音楽リズムに合わせて。グン出た、グン出た。なになに、スキットこちらです。4大、はい、熱い演出のうちの一つの軍予告というもの出まして、今、はい、ほうほうほう、これ1個だけだと、まあ、ちょっとまだ厚めって感じなんですけど、2回出ると大当たり濃厚なんですよ。なんと2回目出てくれるといいんだけど。で、そうだ、つまり4大予告説明するの忘れてました。軍と時間予告っていうのが出ると、とあとハイフリ柄というのと、あとなんだっけ、なんだっけ、あと何かがあります。はい、あ、チャンスついてる、チャンスついてる。このタイミングで弾が、あ、枯れましたね。あらららあれあれあれ、武蔵、武蔵だ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 。あ、武蔵初めて見ました。お、来た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 。撃ち落とせば。武蔵の前半なんですけど、はい、後半に行けるようにと。そうか、続きを見れないから。赤い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 、赤はいいやつだか、いいやつ、赤はいいやつか。押す押す、まだ押さない、まだ撃っていい、撃っていい、ちょっと待ってくださいね。これは青なの、何色なの、赤なの。発展しました、しました、発展しました。あー、登場、船船、どうだどうだ、どうだ、テロップ触ってくれー。押す準備はできている。さかさん、あ、今のうちに入れときましょう、入れときます、入れときます。当たったら待ってください、右打ちって言われるんで、待ってください右、あ、そうですか、右、右打ち、ちょっと待ってください、失礼します、失礼します、すいません、私の手法を今どうしました。あ、なんかイコリが来た、あ、ハイフリから、ハイフリから、これがハイフリから、敵が、おどどどど、うつ、うつ、どうすんだ、どうすんだ、どうして、なんだなんだ、当たりました、やったー、ありがとうございます。どどどどしてる、どどどどしている。いや、それは当たりますよ、軍予告とハイフリ柄出して武蔵に。おー、虹色が輝いております。初めての虹色です。はい、はい。で、70% で確変に行くんですけど、30を取らないでほしい。お、これを待つ、お、なんかボボボボボ、あ、さらさ、弾出しましょうか、あ、弾、弾出しますか、あ、こっちが、混乱、混乱、なんだなんだ、出航ボーナス、はい、はい、で、右打ち、右をみたい、狙って、はい、うん、なんだ、右か、右を、狙いましょう、はい、右を、大丈夫です、めっちゃ右を、よそろ、よそろ、よそろ、押して、押して、押して、オッケー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 、ここに入ればいいってこと？これは確認取ったんじゃない？取ったんじゃない？なんだなんだなんだ、大丈夫です。今ここに弾が入ってってて、はい、ここに入るといい。あ、ここがいい。ここかな？ここがいい。そうですね、ここが空いてます。で、今下さらに取ります。あ、はい、出るなんて思っていないが、はい。ここ押すと。あ、これは私のうち速攻ねえと弾じゃないやつ。違います。こちら当たったから出ている弾。もうさくらさんが引き寄せたゲットした弾。やったー。すごい注意書きが。あ、注意書き。はい、適度に。まあ、この興奮状態だとね。あ、なんかブルーマーメイドラッシュ。あ、はい、見事 70% の確変取りまして、70% でループします。おー、やった。じゃあまだ続くよってこと。まだ、はい、大当たり続いてます。やったえ、70% で次の当たりが決まるんですけど、はあ、30% を取ると確変というもの落ちちゃうんですよ。戻っちゃう。そうなんです。いやいやいや、いやですよね。じゃあ、いや70% を取り続ける。で、さらにですね、50%
ントが10ラウンド各編なんですけど、そのうちの半分がそのさっき言ってたプレミアムハイリンクというものに入ります。 25% 入るんですけど、これが小当たりラッシュついてる、まあ、上位ラッシュみたいな感じになってて、あの球が出やすい出やすい、うんうん、でも各編違いは約40分の1で当たりを引けるので、40分の1、うん、だいぶ319分の1よりは当たりやすくなっていると。で右打ちやってることによって球が今入りやすい状態になってるんですよ、はい、うん、こっちに入ればいいってことなの、まあね、普通に入ってるのかな、うんうん、普通に、はい、そうです、これがもう全部入ってるみたいな状態。あ、違う、予告、もしや熱い、え、終わっちゃう、終わっちゃう、一旦止めましょう、止めますか、はい、はい、多分当たります、あ、当たります、はい、あっちいっす、あ、やった、初打ちの私でも当たる熱さ、おう、だいたいどの台も次回予告って出るとかなり熱いですよ。そうなのね。よーしろー。だだー。なんだなんだ。ガショーン。おお。ガショーン。なんじゃ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 。フリードアタック。だだ。熱い。全部8割オーバーのはずです。お、期待値が回す回す回す、大丈夫大丈夫、まだ大丈夫、いい勝負回したい、もう回したい、お、大丈夫、なんだなんだなんだ、ロックオン、ロックオン、で、プッシュ、何をしてるんだ、すごい、ブルブルしてる、ブルブルしてる、ウィーブルブルしてる、ウィー、あ、増やしてた増やしてたか、はあ、あ、マックス、オートボタンをオンにしといた方がいい、10ラウンド、なんだなんだ、ちょっと待ってくださいね、当たった当たった、当たりました、やった、10ラウンドっていうめちゃくちゃ弾1500発出る当たりになります。右打ち、はい、行ってください、はい、行ってらっしゃいませ、右にします。でそうなると 50% で、はあ、そのプレミアムハイリンクに行けると言うんですけれども、あ、なんかポンってした PR、おおおプレミアムハイリンクに行くかもしれないという煽りを今、煽りを煽られている、ね、煽られている、 PR、 PR、 なんかもう一個文字が、プレミアムプッシュ、はい、このプッシュ、50、半分取れまへんでした、あ、取れなかった、なんとで、はい、はい、また、はい、また普通の戻って各編の 70% からの戻ってからまた上げていくみたいな、はいはい、あ、箱ください、箱ください、初めてだ、箱ください、わー、玉いっぱいになった、嬉しい、さくらさん後ろ見てください、はい、ドル箱積みましたよ、初めてのドル箱積み嬉しい、嬉しいですよね、これ積み上がっていくんですよ、当たり続くと、あ、フリートアタックチャレンジが後ろに出てる、図柄昇格中、お、なんぞ、なんか出てますね、なんぞ、あ、カウントアップ始めた、フレータ2、1、0になったらいいです、オッケー、0になった、よき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 、バイバイ、あ、なんか、煽るね煽るね煽るね、あ、1先輩、あ、違うか、これなんだ、なんだなんだ、誰だといいんだ、まあ、もちろん7揃ってるやつが来るといいんすけど、いいんすけど、どれが来るかっていうのをやってるんですね、なるほどなるほど、3先輩、残念、激強激強、あー、なんか光ってる、うわー、なんか光ってる、フリートアタック、はい、もうさっきのに戻った、戻った戻ったですわ、戻ったですよ、良い方に戻ったですよ、おお、いい音、ピュンピュン、ピュ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 、これはマックスまた取ったんですかね、お、なんだなんだ、なんか、なんか強そう、イエーイ、当たりました、当たりましたか、これ昇格とかあるんですかね、マックスにありそうな感じするけど、お、あ、来た来た、あ、昇格、3000発を跳ねた、あれ、あ、マックスになってる、何やっぱり、さっき900発だったんですけど、はい、うんうん、1500
になってるんでマックス取れてますね。でこれがプレミアムになれば技取れる。2分の1を取れない。2分の1を取りたい。あら出てきた。ハイフリースピリッツに脳焼かれますね。焼かれますね。これはでもなんかやっぱいい時に聴く曲っていう、うん、刷り込まれていう右打ち中に聴いて。私もおなんか風出た。お風出てる。はい風が出てるぞ。熱い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 。なんかゾーン灼熱です。またどこ出てくる？また出てくる？あ、ブルーマメルコラス。あ、なんか虹色だ、虹色だ。彼も10ラウンド確約されてます。おお。狙ってー。えい。たた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 。あれ、プレミアムって右下に出てるけど。あ、プレミアムは何？レックス？右下にプレミアム出てるけど、これは？もういっぱい出てきた。あれなのかしら。ブルーマーメイドボーナス獲得でプレミアムハイフリンク獲得です。あ、一番右のいってるっぽい。なんだプレミアム。あ、なんかすごいやつだ。プレミアムハイフリンクに。あ、なんか玉もしかしたら入ってるかも。あ、やっぱそうですね。あ、なんかプレミアムプレミアムハイフリンク素晴らしい。やったー。うれれれ。うわーすごいな。ちょっと撮っててもいいですか？大丈夫ですよ。はーい。こんなになってます。あ、今小当たり中でも始まってんだ。あ、そうな。これ小当たりしてて常に球が増えてくみたいな状態なんですよ。やったー。ずっと遊ぶ。ちょっとずつ増えてく増えてきて。あ、また危険って出ちゃった。あ、嘘嘘嘘。ネズミやめてやめてやめて。ネズミさん、レギュラーボーナス取っちゃうとまずい。あ、プッシュ。大丈夫大丈夫。プッシュ。ドキ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 。あのネズミ以外の演出が発生した時点でかなり熱いので、はい、ネズミ来ないでくれと。ネズミ以外でお願いします。あのネズミアイコンは停止してもその後イルカギミックが作動すれば逆転できると。ちょっとずつね。ちょっとずつ。これが小当たりラッシュのすごいいいとこで、じわじわと。いい方、いい方、いい方。フッシュシュート。あ、隊長か。はあ、隊長だ。隊長。ただでも小当たりでどんどん弾は増えているんで。フッシュ、大丈夫です。なんだなんだ、もうくらいになっちゃった。終わっちゃった。え、大丈夫。あ、次回予告だからいいってことか。そうです、さすがです。今終わっちゃったのかな。あ、いっぱいぞ。え、まあ、めちゃくちゃ熱そう。なんか大集合な気配。うわなんだ。うわなんだ。ピカピカ。フリートアタックに行くそうです。あっ、ギャーン。フリートアタック。もう勝ちでしょ。勝ち。プッシュ。おい、はい先輩。オッケー。はい先輩。ネクスト。はい先輩。はい、ありがとうございます。1500。はい、プラスマックスの強いサクラさん。マックスめちゃくちゃ強い。マックスは絶対強い。強い。ビギナーズラックって本当にあるんだな。すごいな。あ、また小当たりラッシュのとこに行きまして。お、エンディング曲になった。あ、そうなんだ。プッシュ。あ、当たりました。代わりに喜んで出た。あ、なんか書き下ろしっぽい。素晴らしい。はい、スリーセブン。出た。虹虹。素晴らしい。曲が選べますよって。ちょっとなんかいつもとエフェクトが違うな。はあ、赤いやつをまとっている。曲が選べるんだって。あっ、
あ、なんか出た、ほらで、ほうほうほう、あ、びっくりちゃんもなんか出た、よしよしよし、追いつきますよ、さくらさん、イエーイ、行くでしょ、ハイフリンク、ハイフリンク、ショー、やったこれは揃うんじゃないですか、揃うんじゃないですか、全員もうだって出航する保留ですもんね、あれ、え、そうそう、え、あ、びっくりした、あ、これもお相撲のターン、あ、これと、これかけた、あ、これに行く保留だったの、ミケちゃんが勝てばいい、あ、マリコ、マリコから、そう、マリコだ、え、どっちが、どっちが、え、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、ボタンレードで勝利を、勝利をつかむ、マリコさんおりますよ、ここにお願いします、お願いします、緑、70% の確変突入ですかね、7割よ、7割、7割、7割、取らないと、これは行くよ、7割はいけるよ、ほう、そう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 、え、これ逆に熱い、ない、はぁ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 、さあ、チャンスタイム50回です、はい、7割取れませんでした、残念じゃ、これが道井遥か、さあ、私も残り6回、あと5回、さくらさんが最後のジャッジ、落ち着いた、落ち着いた、落ち着いた、でも森越さん来た、熱い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 、頑張れ、森越さん、え、熱くない、熱くない、一番熱い日、え、頑張れ、え、めっちゃできる子なんです、マリコさん、ですよね、あ、ちょ、ワンチャンあります、ワンチャンあります、頑張れー、マリコー、おー、正解だー、あ、どうだー、ダメだー、あ、だあー、あー、惜しいな、残り3回でマリコさん出てきたんだ、ひょえー、でも見てください、リザルト9000発出てんの、9220玉ゲットでございます、え、すごー、やったー、これがビギナーズラック、イエーイ、素晴らしいです、ビギナーズラックだ、さくらさん素晴らしいです、本当にやったー、なになに、そうだよね、なんか出た、なに、赤いよ、さっきの当たりの最後の消化のとこにまだ何個が残ってたんだけど、通常時に戻って、それを通常時にゆっくり消化していくんですよ、でそのなんか保留が319分の1を引いてたらしい、すごいまだちょっと分かんないですけど、記念写真撮ったりでいいかな、これ伝えます、せーの、来た、もういきなりボーナスですね、あ、いきなり出航ボーナスです、ほう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 、なるほどなるほど、車のラッシュ、こっちにあから、ラッシュで、さっき私 70% と 30% で 30% の方取っちゃったんですけど、 70% を取る、取る、これは取れる、これは取りました、取りました、やった、危ねー、いける、これでさっきのさくらさんの状態に私も持っていく、いけましたんで、いいね、すごい、こんな奇跡みたいなことあるんですね、まさかの
はい、来てますね。豆ドラッシュか、そっか。あ、はい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 。いい感じです。いただきマッスルですよ。さくらさん、自分のキャラ以外だと誰推しとかあるんですか？私、マロンちゃん好きですね。マロンちゃん、マロンちゃんっていうね、あのちょっとテヤンデベラボーメ区長の子がいまして。あ、好き。そう、かわいい。清水さん、お願い。光ってる。ブーストかかりましたよと。いいぞ。当たりますでしょう。これは当たりますか。いいと思いますよ。あ、お、ミーナさん。ベルヘルミーナ。ベルヘルミーナ。え、もうでしょ、もうでしょ。どこどこどこ。はい。虹。もう虹が出たら大当たり。大当たりのコーナーです。このフリートアタックもすごい法則があるらしくて、まあ覚えきれないぐらいの法則があるんですけど、ちょっとゲット、オッケー、オン、はい、プラス400、タイ、お、プラス1000、マックス、あれマックスじゃない、そうだ1400、あ、マックスマックス、マックス、イエッタ、嬉しい、いいねいいね、二人とも、うん。当たって、ね、嬉しいわ。やっぱ友達と言って二人とも出すって、うん、まあ、結構あんまりなくて、うん、どっちかかとか、そうだよね、そうそう、同じテンションで喜べるってなかなか、ね、嬉しい、うん、お、なんだっけ、ブルマメドラッシュ、あの私、はい、そう、昔ライブレボルトっていうコンテンツにいて、ライブで騒いでもいいよみたいなコンテンツだったんですよ。で結構その掛け声とかもやっていいし、はい、そうそうそう、うんうんうん、っていうやつだったんだけど、うん、兄様の外の欅広場っていうとこでライブレボルト出た時に、はいはい、このハイフリースピリッツっていうのを歌わせてもらって、そうなんですね、カバーでやったんですけど、え、コールしていた？いや、そのね、あの当時、うん、ちょっと騒ぎすぎてるから、うん、あのダメだよっていう注意喚起をした後に、はいはい、それでは聞いてください、ハイスピリ、ハイフリースピリッツって言って、あ、ちょっと待って、危ない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 、紫、ハイフリースピリッツってその、うん、オタクの間ですごい騒げる歌みたいな、すごいいい歌なんですよ、愛の手とか入れるやつで、あの騒いじゃダメって言ったのに、次の曲聴いてくださいハイフリースピリッツって言ってから無理だよって騒げないとか無理だよってあれはめちゃくちゃ面白かった、盛大な振りだねそれよし、出発開始しました。そして、あ、お、マロンちゃん、私の推しです、マロンちゃん、今のマロンちゃんです、お、なんか後ろ、あ、なんだ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 、よきかな、よきかな、フリードオタク、あ、ピカ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 、イエーイ、太鼓、お、太鼓、リズムゲーム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 、はい、難しい、違う、難しい、あ、難しい、はい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 、すごい、太鼓の、あ、びっくりした、南部、え、押して、押しまくって、当たりましたよ、おめでとうございます、あ、押しただけ、押しただけ、うーん、450、一番少ないボーナス取りました、お、すっか、お、なんかまた出た、戻ってまいりました、戻ってまいりましたか、うん、あ、アイテム出ました、お、いいですよ、いいですよ、はい、おお、りんちゃん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 、お、開いた、お、ピカピカ、フリートアタックですか、フリートアタック、頑張れ、頑張れ、探して、あ、ブルーマメドマナ
方いただきました。じゃあまだある、あ、50? あ、選べる選べる増えた増えた